どうも、つるぎです。今回もシンデレラジオの続きやっていきたいと思います。第8回目になります。前回の動画はまだ見てないよという方は前回の動画と合わせてご覧いただければと思います。全部で13回予定していますので見逃したくないよという方はチャンネル登録よろしくお願いします。早速やっていきたいと思います。よしと、早速やっていきたいと思います。前回はこの正面から見て右側の部分の塔を何個か作ったんですが、今回は背面、ある程度進めていこうかなと思いますね。で、背面と、なんていうんだ、その本殿っていうんでしょうか、メインっぽい感じのお城の外周を軽くやろうかなと思いますね。なのでまずは白樺の階段を置いていきますね。まあ、ある程度背面仕上げて、こっち側の右側の部分のなんか踊り場というんだろうか、なんかそういう部分までは行きたいなと思いますね。まあそのためのこの砂岩の仕込み、まあそんな感じなんで、でここももう少し装飾加えたいから砂岩の塀を等間隔風に置いていきますね。まあ、段々になるように。ここもなんか、フェンスっぽい感じだから。でも今回は、建築の規模がある程度大きいから、その普通のフェンスをバーとか鉄格子バーよりかは、なんか、ブロック並べましたの方が見栄えがいいかなと思ったんで、まあそんな感じで、だから砂岩の塀を使ってみましたね。でようやくこの上に対して石レンガを並べますね。まあ頭を隠していくような感じですね。ここが難しいところではありますよね。だからサバイバル向けの場合の視点の高さって、スティーブが2ブロック約。だから、それに対してこの、まあ約3ブロックの装飾をかけてるっていうのが、まあ視点としていいのかっていうのはありますけど。で、今置いた石レンガに対して砂岩のハーフブロックを上付きですね。そう、この通路がすごい狭くなっていくから、置きづらいなーっていうのはあるんですが、まあまあまあね、見栄え重視という感じで、ちょっと砂岩のハーフを、こうぐるっと、並べますね。よしと、まあ大体形が見えてきたのかなと思いますんで、で今、上げた高さ分ぐらいまでは、まあ、仕上げたいと思いますので、砂岩を3個ずつ、積んでいきますね。なんて言うんだろうな、背面は、なんかいろんな、こう、なんかギザギザした感じの建物がいっぱいあるんですね、本当は。多分5個ぐらいなんかわさってなんか扇状になってんすよね。ただ僕の方では、屋根はそれっぽく見せかけますけど、建物のなんか壁とかそっちは1個しか置かないみたいな。海外のやつだったらそっちでもいいっぽいんだけど、東京ディズニーランド風ではちょっとないかなとは思いますね。まあとりあえず3個ずつ積んでいきますね。まあ砂岩ゾーンにやっと入ってきた、みたいな。感じは僕の中ではありますけどね。もう石じゃないんだなっていう。まだ石使うとこあると思いますけど、まあ、こっからだいたい砂とか砂岩とかがメインになってくるかなと思いますね。で、さらに白樺の階段を並べていきますね。内側もなんか踊り場みたいな感じになってるんで、白樺の階段。で、こっち側もなんかこの、まだ階段が続くから、この羊毛の階段が、羊毛を足しつつ、まあ、1ブロック隙間開けてるんですが、まあ、前回と同じような理屈で、見分かれた戦力側のハーフを置くので開けてますね。よしと、まあ、戦力側のハーフをいつものような感じで同じパターンを使い回していくんだといった感じではありますが、まあ、ここもな、どれくらい上げるかっていう問題がありますが、もう一段上げようかなと思うんで、白色の羊毛、階段まである程度やって、その踊り場風なとこまでやっちゃおうかなと思いますんで、同じパターンでやっていきますね。よし。まあ、徐々にといった感じですが。で、さらに砂岩ですね、ここからは。で、さっきやったような感じで砂岩の塀を等間隔風で、白樺の階段の上に対して置いていきますね。まあ、同じパターンなんでっていう感じではありますが、で、こっち側は少し形変えようかなと思うから、石レンガの階段を乗せていきますね。階段を乗せていく。地のが少し低いんでね。だから、ちょっと装飾入れた方がいいかなと思うから階段。で、ここはまたその羊毛の階段があるから、見分かれた戦力側のハーフ。まあ一段ずつゆっくりやっていけばいいのかなと思うんで。で、今度は羊毛ですね。まあ、交互にやっていくといった感じではありますが、まあ、だいぶ階段っぽくなってきましたね。ただ横の背面がもう壁っていう感じになっちゃってるから、
なんかもうちょっと装飾の余地があるような気はしますけどね。まあそんなところもありますが、そしたら今度は反対側の部分。反対側の部分っていうか、正面の脇っちょみたいな。そこにもなんか塔みたいなのがあるから、それの塔の囲みとして磨かれた砂岩。溶かれた砂岩を置いていきますね。ここはちょっと置きづらいかなと思いますね。いびつにどうしてもなっちゃって。で、石レンガも並べて。で、その上は砂岩。なんとなくその塔の場所は簡単に少し違うんだっていう感じで模様入れっていう感じですね。で、ここもステップっていう階段があるから、まあ、例のごとく磨かれた戦力側のハーフブロック。と、いつもの羊毛ですね。まあ、いつものパターンといった感じではありますが、で、この目に対しては磨かれた戦力側のハーフブロック。置いて、こんな感じで。まあ、この子から以降は、だいたい差がなってくるはずなんで、羊毛を並べて、このパターンを繰り返していく。内側はね、なんだ、緩くしてないっていうか、急にしてんでね、角度が。で、こんな感じで並べていきますね。白色の羊毛も並べていく。こんな感じで、そう、一応スペース空けとくみたいな。一個だけ。まあ、そんな感じでやっていきますが、どうしようかなと思うところですよね。もう床も張りますか、張りますか。で、砂岩を並べていきますね。砂岩を並べていく。で、こっからは9個。5個いてから9個。ですね。まあ、手前っていうか奥とぶつけてやる。で、あとは埋めていきますね。あとはその隙間を全部埋めていく。ひたすら埋めていきますよ。まあだから前回も言いましたけど、この部分っていうのはハーフブロックでも問題ないよっていうところではありますね。で、もう少しこう床を張っていきますね。違うも一列足していきます。ここもなんか最小でやりたいから、ちょっといびつな感じになりますね。1ブロック足しておきますけど。ちょっと悩みどころではありますね。どんなんだったかなみたいな。まあ探り探りやっていきますんで。なんとなくドット打ち感。今度は2個出したと。で、手前側に11個並べていきますね。11で多分大丈夫でしょう。で、あとは10個並べてぶつけてやればいいと。10個ですね。多分10個で大丈夫かと。で、今作った場所をまたひたすら埋めていきますね。床という感じですが。そう、本当は先に床を作ってから、正面の装飾とかやった方が多分、早くは作れると思いますね。まあ、だけど今回は部分的なポイントの部分だけ先に作ってった方が出来上がり感があるじゃないですか。いつまで壁やんだろうってなるから。まあ、あとはまたいつものごとく、まあ、埋めていくわけですが、最初だからこの床を羊毛にするかどうかで迷ったみたいな。で、さらに10個を並べていきますね。並べていく。で、手前とぶつける。4つ足してからですね。で、あとは埋めればよろしいと。まあね、正面のその本殿みたいな部分のなんだ、全部埋めちゃってもいいんだけど、そこどうせこう吹き抜けにした方が、まあ資材も安く済むし、まあ、どうせ吹き抜けにしません多分。おそらく。あとは並べていく。まあ今回は床ですね。床と背面。まあ背面だけにしようかなと思ったんですけど、まあ高さの折り合いを同じ階層ずつ進めた方が、まあいいのかなと思ったから、まあちょっと急遽、床先にやるかみたいな感じで今やっておりますけども。一応背面までは頑張りますんで、一緒にやっていきましょうではないかと。まあそういった感じもありますけど、ひたすら並べていく。こことか、そう、無理やり砂岩の塀とか置いたじゃないですか。それもそういう意味があって、本当は先にやった方が楽ですよという感じではありますが、ちょっとずつ埋めて、行けばいいのかなと。そう、足場を一時作るのが大変かもしれないね、今のは。で、一応この正面側の床は晴れてきたんで、今度は正面から見て右側の部分。で、今度はわーっと21個並べていきますね。まずは21個。だいぶ長いですよね。で、今度はその壁とぶつけてやる砂岩を。
今日なんか鼻づまりがすごくてさ、なんか大変だなぁと思いながら自分でやってますけど。鼻声で申し訳ない。まあいつものことではありますけど、基本鼻声だからね、自分は。なんとも言えませんが、まあ、頑張って、皆様も鼻づまりに注意することができるかわかりませんけども、まあ体調の管理といいますか。ああ、気をつけながら砂岩を並べていく。まあ一つ一つの思いを込めながら、鼻よ通れと言ったところではありますけども、そうなんだよな。まあ話めちゃ脱線するけど、あの建築動画を撮るときって必ず鼻つまんのよね。適当なスプラとかマリカーとか、ああいうの時は大体大丈夫なんだけど、多分ね、BGM がないからなんだろうね。 BGM がないから、まあいくらのこの建築やってるときって、だから、こう、喋りがさ、際立っちゃうから余計鼻声になってくんだろうね。なんてことをちょっと今思いました。はい。一応僕の手元には、あの、ナザールが、あの、常備されていますので、まあ、いつでも通すことはできるぞと、一応使ってはみたんですが、奥の鼻詰まりというのがありまして、で、一応晴れましたね。何の話だっていうのあるけど、3マス開けて、また砂岩を羊毛とぶつける。じゃあまたそのスペースを砂岩で埋めていく。今日は頑張っていっぱい撮ろうかなと思ってんだけど、大丈夫かな。そう、意外となんかこれ見てもらってる人いるっぽいから、早めに投稿すっかみたいな感じではあるんですが、なかなかね、こう録画時間が今まだ撮れてなくて、気長にと言いますか、ゆっくりやっていこうかなと思いますんで、あとは埋めていくだけ。埋めた。いや、これでやっとようやく砂岩の床が晴れましたね。まあ、終わってみればなんてことないんですが、やるってなるとね、結構大変なもんで。で、一応このまた少しずつ高さを加えていこうと思うんで、背面にかかる前に、こっち側の踊り場風の場所を作りたいから、石並べますね。で、この踊り場風になってる場所も床があるんですね。で、その床を今回は石でやりますんで、石並べていきますね。石はここの砂岩とぶつけてやればよくて、で、あとはまた例のごとく石を並べていきますね。まあ悩みどころではあるんですが、ここに至っては本当に石のハーフでいいんじゃないかみたいなところが多少はありますけど、まあ石でやっていきますね。で、床はなんか全部砂岩にしちゃうと一体化しちゃうじゃないですか。ここに高さがあるっていうのがわかんないから、だから一応色変えましたけど、まあそれぐらいの意味合いしかないから、何でもいいんじゃないかなとは思いますね、別に。まあそれがありかどうかわかんないけど、草ブロック置いて花めちゃ置くとか、そういうアレンジしてもいいのかなとは思ったりもする場所ではあるんで、ただお手軽なのがやっぱ石かなと思いますから、まあ石でいいんじゃないかなとは思うけど、難しいとこだよな、結局は。まあね、今回ほんと床張りしかやらないからね。壁の次は床っすか、みたいな。いつになったらなんか面白そうなところを作れんだ、みたいな。ところがありますけど、まあそんなところもありつつで積み重ねていく。で、ここからがちょっといびつになってきまして、で、3ブロック開けて4ブロックずつ置いていく。こんな感じで。なんかまあ、ドット打ちと思っていただければいいのかなと。まあ、こんな感じで、一応石が晴れましたね。なんか、だいぶ、この真ん中に置くんだなっていうのが、だいたい見えてきましたね。そしたらまた1階層というか1ブロック高さ上げようと思うから、今度は砂岩並べていきますね。砂岩を置いていく。ひたすら置いていく。まあ最初から砂岩積んどけや、みたいなところ多少ありますけど、3ブロックずつじゃなくて4ブロックずつが良かったんじゃないかと今反省しておりますが、まあ1段ずつね、同じ階層ずつやってった方がまあいいかと。で、ここは、あの、尖れた砂岩を置いていきますね。ちょっとこう、色替えしとかないと、こことここのパーツっていうか、部分が違うんだっていうのを見せつけたいみたいなのがあるから、あとはわーっと、本殿の一周みたいな、壁の生えるところに対してこう磨かれた砂岩。大体こうマイクラの建築っていうのは、
そう、下の部分をちょっと暗いやつにするとかにしとけば、だいたい無難に収まるんで、一応、遠かれた砂岩にしてみましたね。うん。まあ、そんな感じもありますが、まあ、引き続き。で、今回は壁が砂岩も使いますけど、ほとんど砂になってくるんで、だから慎重めに次回から置いていく感じになりますね。砂落下しちゃうからさ。で、磨かれた砂岩を引き続き置いていく。で、ここは塔になってるからちょっといびつ。で、ここは本当にドット打ちになってきますので、こんな感じで置いていただければという感じになりますね。まあどうしてもなんか、いろんな塔が入っちゃうと、まあ今のはダジャレではなく事故だという判断ですね。うん。で、また7個ぐらい置いていきますね。だいぶいびつですが、こんな感じで置いていただければと思いますんで、引き続き置いていく。で、磨かれた砂岩を並べる。で、ここにも、なんつーの、ぶつかり合いがあるから、背面と、その、こっちの右側の部分が、こう、合わさる場所だから、ちょっといびつになっちゃうんですよね。その、塔が無理やり入るからさ、よしと、一応これで繋がりましたね。だいぶここがめんどくさそうではありますけど、でもな、やっぱな、最短で置いた方がいいと思うから。で、装飾もう少し加えようと思いますので、ハーフブロックの上に対して砂岩を逆向きで置いていきますね。これも一応なんか手すりというか、それのなんか装飾ですね。下でフェンス使っちゃってるから、フェンスっていうか塀ね、使ってるから、同じようなものにするよりかは、階段とハーフブロックの凹凸でやった方がいいかなと思いまして。だいたい自分は最近このパターン多いっすよね。ハーフと階段挟むみたいなのが多いですが。あとは、ここが本当に置きづらいんですが、砂岩の階段。置きづらいよな。いつも悩みどころなんだよな、こういうのって。そうそう。で、塔ってどうしてもさ、背高いじゃないですか。よし、もうこれで繋がりますよ。ようやく、ちょっとお腹も空いてきたなという。いつもは朝撮るんですが、今日は夕方に撮っております。今日工事ないっぽいんでね。撮っていきますよ。ない時にこそ頑張らねば、みたいな感じがありますんで。で、磨かれた安山岩を、ここはまた別の塔が入るから、それのなんか土台みたいな感じで磨かれた安山岩。よし。またちょっといびつにはなりますけど、なんとなくで。で、間は石レンガの階段。こんな感じで置いていきます。なんとなくもう見えてきましたね。なんかどこいじっていいんだろうみたいな。今心境にはなっていますけど、内側からやるべきか、外やるべきか。で、一応石並べますね。こっち側も踊り場になってるから、反対側と同じように床張りますね。なんか結局背面やる気できるよう始めたんだけど、床張りになっちゃいましたね。なんとも申し訳ないなというところがありますが、まあ結局床は張んないと、埋まらないんでね。やるしかないわけですよ。で、ここからは石を10個。ここもちょっといびつになってるから、なんかドット打ち風な感じにはなってしまいますね。さてと、まあこんな感じで10個を2列並べました。で、今度は石を8個並べますね。石をひたすら。で、また8個。本当いびつで申し訳ない。ここになんかね、小さめな家の屋根みたいなのがつくんですよ。なんかそれが何個あんだ ?2 個あんだよね。何のためのものかわかんないんだけど、あるからしょうがないんだよね。作らざるを得ないというか、なんとなくドット打ち感でやってもらうしかないかなと思いますね。多分なんかね、ほんと、機能的なために作ってるお城じゃないんだよね。多分シンデレラ城ってやっぱ見栄えのためだけに作ってるから、おそらく。だから、変なんだよね、なんか。なんでこんなとこに塔あんのとか。ほんとそんな感じなんで。まあ、順々に石を並べていきますね。今度は8個、並べていきますよ。で、隣とぶつけるような感じ。で、例のごとく内側を全部石で埋めていく。はい。まあそういった流れにはなっておりますね。だいたい仕上がったんじゃないか。
で、もうちょっと足しますね。5列、5列じゃない、5個並べますね。で、石を8個。ここが、だから、屋根を置く場所だから、穴開けとく、みたいな感じで、こう、無理やり繋げましたね。だから、2つ、ちょっと大きめな穴が開いたかなと思いますね。で、さらに石を足していきますね。ほんと申し訳ない。ここはほんとね、ドット打ちでしかない。ちょっと苦行になるかなと思いますが、まあ仕上がりを想像してですね、まあ、ここになんか歩くんだと、自分がここで誰かと一緒に歩くんだという期待を込めて床を張っていただければ、楽しめるかなと思いますんで、まあひたすら置いていきますね。やってみたら意外大変なのがシンデレラ城。正直ホグワーツ城の方が簡単かもしれない。ただホグワーツ城は資料が少ないよね。その問題はあるかもね。で、全部作るような大きさの規模じゃないから、どう切り取るか、みたいな。シンデレラ城は難しいのは、あ、これ海外のやつか、とか、これ東京ディズニーランドの方か、とかが結構こうごっちゃになって画像が出るから、ちょっと大変ではあるね。一応これで床が張れましたよ。こういう感じになっていればよろしいと、いった感じでごまかしていきますけども、少しだけやっていこうかなと思いますよ。違うもう前回っていうか反対側の部分と同じような感じにしたいから白樺の階段を入れていきますね。まあ多少このなんていうんだ装飾の感じは変えていますけど、やりたいことはまあ一緒かなと思いますんで、ここもなんだ砂岩だけだと面白くないかなと思ったから、まあ、一応白樺、まあ、色味近いしまあいいのかなみたいな。そうそう、まあ、最近難しいとこだけどね、この分野は。同じブロックだけ使って、ここまで再現できんのか、みたいな、ムーブもあると思うんだけど、ブームか。動きではないよね。で、ここは石レンガ並べていきますね。ここからは。まあ、でもどうなんでしょう。僕は今最近色いっぱい使うのを実験的に試したいっていうのがあるから、とも言えないけどね。で、ここが、なんて言うんだ。無理くり、その小さい建物の屋根がいっぱいついているから、いっぱいっていうか二つあるから、青色の羊毛、その穴の周りを囲むような感じで置いていきますね。これもこれでちょっといびつになっていきますけど、壁の場所は砂岩っていう感じ。そう。で、塔の部分は石レンガみたいな。なんかちょっとよくわからない感じになってきてますけど、まあ言ってしまえば、そうだね。一番最初にやったあのドット図の2回版みたいな感じだから、ちょっと最初のはちょっといびつになっちゃうかなと思いますけど、ここのパートが終われば、あとはその置いた場所に対して置いていけばいいだけだから、割と早く終わるかなと思いますよ。これで一応仕込みは終わったかなというところですが、ここにまた屋根があるから青色の羊毛置いていきますね。まあ今回は、そう。サバイバルで作るんだけど、青色の羊毛ってことは、落雷で燃えちゃうんですかってあったんですけど、僕、サバイバルの知識あんまりないから、詳しいこと言えないですけど、飛来心を上手に置いていただければ、なんとか多分なると思いますよ。こんな感じで青色の羊毛来ましたね。だこの石の床の部分とかにぶち込んでおくとか、エンドロットの上に、飛来心置いておくとか、やっておけば多分大丈夫だと思いますね。統合版だとどうだ？ Java 版の場合はそんな燃えないよね。そもそもが。統合版はどれくらい燃えるのかっていうのが あんまり分かってないから、ちょっとなんか、そう、銅をあんま使わないから、ここぞとばかりの時に銅を使って、みたいな感じかなと思いますよ。で、いよいよと言いますか、さらって始めちゃいましたけど、背面やっていきますね。砂岩積んでいきます。よし、いよいよだー。最初に言った部分を今からやると、言った感じですが、まあ基本的には砂岩。まずは置いていきますね。まあ手に今持ってんのが砂岩だから、なるだけ同じやつでやりたいみたいな。そしたらテロップ数少なく済むからさ。そういう裏事情があるんですよね、実は。まあそんなところもありますが、砂岩を並べていく。で、こっからは砂岩の階段。ちょっといびつになってきますけど、階段のところがあったりとか、砂岩があったりとか、
さあ、ここの屋根の部分が、またちょっとぐじゃぐじゃってなるかなと思うんで、とりあえずこの部分だけはしっかり。で、白樺の木材を6個ずつ、同じ高さに揃えていく。まあ、全部砂岩だけだと味気ないから、まあ、ちょっとだけこう模様を入れていくような感じで、こう、木材置いていきますね、白樺。どうしようかな、真ん中の部分やりますか。まずは白樺の木材を5個ずつ積んでいきますね。ここがなんかね、窓っていうんだろうか、んな感じになってるから、それの囲みみたいな感じですね。よし。まあ、こっからはほんと装飾だからな。で、滑らかな砂岩を8個ずつ積んでいきますね。ちょっと背が出す感じ。たらですね、反対側も同じ感じで、滑らかな砂岩置いていきますね。なめさがといったところでしょうか。はい、今風な感じで行ってみました。なんかこれでなんかようやくこうまとまりが出てきましたね。なんとなく見えてきたなーっていうところはありますんで、で今度は相変わらずの塀ですね。石レンガの塀を置いていきますね。まあ安山岩の塀でもいいっちゃいいんですが、安山岩の塀だと負けちゃうから、裏の磨かれたやつに、だから石レンガにしますね。で、砂岩っぽいなーという場所は砂岩置いていきますね。砂岩の塀を。そんな感じでやっておりますが。で、差し色になるような感じにしたかったからっていうのもあって、白樺の木材。で、全部砂岩の塀の部分は埋めちゃいますね。で、これを全部埋めてしまえば、一応背面の壁が仕上がるかなと思いますね。屋根まではちょっと今回はあれかなと思うんで、壁の輪郭の部分までは仕上げようかなと思いますね。まあね、さらっと積んでるけど、大変ちゃ大変ですよね。これサバイバルでやるにはね。とは思いますけど、まあね、でもそれでもやっぱ砂岩の塀入れた方が僕はいいと思うんでね。まあなんとなくで。そう、ここのバランスって難しいっすよね。サバイバルでも作る人いるかもしんないって考えた時に、あんまり装飾入れちゃうと、良くないなぁとも思うし、でも、なんて言うんだ、がっつり装飾すればするほど人って離れるなって思ってて、建築って。なんかのっぴりしてて簡単な、単調なものの方が、なんか作りやすそうだなぁっていう興味を引いてもらいやすいのかなぁっていうのがあるから、難しいけどね、なんとも言えないけど、ここは砂岩ちょっと足しておきますね。砂岩と。そう、この交わる部分、接合部分みたいな部分が、ちょっとね、ぐちゃーっとなるんですよね。内側も砂岩並べていきますね。一応三角っぽくなるところまでは、なんとかしたいな。よしと、まあ、砂岩で、ちょっと置き間違えちゃいました。砂岩の階段置いていきますね。はい。ちょっとね、どこに階段あったっけなみたいな。ああ、申し訳ない。なんか飛ばしちゃったかもしんない。カットしすぎて。なんとなくここに階段入ってんなみたいな感じでこう、見ていただければと。すげえ間違えたから。取り返しつかないぐらい間違えちゃったから。なんか飛んじゃってるかもしんないけど、申し訳ない。なんか、なんとなくこうなってんなっていうのをこう一時停止でこう確認していただければと。で、真ん中の装飾したいから、ガラス。で、ガラスの両端っていうか、両脇はガラス板。そうすると一応こう、凹凸感が入るから、まあ、遠目から見た時に少しなんか、丸っぽい感じ風に見えるかな、みたいな感じですね。で、戦力眼。戦力眼で。で、だいぶ慌てちゃいましたね。今やったの全部どこから始まったか覚えてないからさ、ちょっと取り直せないからさ、で、砂岩の階段ですね。ここはなんか三角っぽい屋根を作っていきますね。ただなんか完全な三角ってよりかはっていうところもこうどうしてもいいのかっていうのがありますけど、まあなんとなく三角っぽく見えればいいなーみたいな、まあそれぐらいのノリですね。で、一応この手前側にも階段逆向きで置いて、で、下側の部分も階段、一応なんか取ってみたいな感じではありますが、で、置けるところを全部置いていきますね。階段を置いていく。大丈夫だよな。今階段に対してすごい神経質になってるんで、
大丈夫かなっていうところがありますけど、で、滑らかな砂岩の階段、降りていきますね。こんな感じで、なんとなく仕上がってきましたね。まあ、一回は落ち着かないと。で、戦力岩並べて、この、なんていうんだ、屋根の内側の、その段々の、あれですよ、仕込みですよ。で、滑らかな砂岩、降りていきますね。で、あとは滑らかな砂岩、対して砂岩の階段、並べていきますよ。まあ、こんな感じで、で、もうちょっと足していきますね。砂岩の階段、滑らかな砂岩を置いていく。まあね、滑らかな砂岩にした方がいいかなと思って、周りが両サイドが砂岩すぎるから、ここも砂岩にしちゃうと、塀も使っちゃってるから、装飾の時にこう使えるものがないなと思って。だから一応真ん中の部分だけは滑らかにしましたね。砂だとめんどくさいなと思ったんで、だから普通の滑らかにしましたね。そう、滑らかな砂岩の階段っていうのができましたからね。まあ、一応使わないといけないなっていうところもあって。一応三角風にはなってきましたね。なんとかなってきましたよ。で、一応この高さを揃えたいから、石を並べますね。ここまでがなんか壁なんだ、みたいな。この上に青い羊毛の屋根がいっぱいつくから、まあ、それの境目みたいな。感じで石を置いていきますね。やばいな、今回は本当お願いする感じなるね、本当。申し訳ないというところがいっぱい出てきそうですが、で、石の砂岩のハーフブロックを並べていきますね。ここが今回のメインディッシュだったはずなんだけど、ぐちゃぐちゃになっちゃった。申し訳ないなというところもありますが、参考程度にというか、一時停止とかでこうお願いする感じになりますね。申し訳ないというところがありますが、一応今回はここまででっていう感じでやっていこうかなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。ではまた。